アメリカ合衆国のフィルムのワール。監督はエリア火山、出演はダナ・アンドリュースとリー・ジェイコップなど。1924年にコネチカット州ブリッジポートで実際に起きた神父殺人事件に伴う冤罪と容疑者の無実を証明した集権時の姿を描いている。ある夜、コネチカット州ブリッジポートで神父が銃殺される事件が発生した。 多くの目撃者がいたにもかかわらず、犯人をなかなか捕まえることができない警察と、ハーベイ州検事を保守系の新聞は、政治問題と絡めて激しく求断する。そのような中、住所不定の福音平場ウォルドロイが容疑者として逮捕される。真犯人と確信した警察はウォルドロンを長時間、寝かせずに尋問を続け、強引に自白させる。 政治的立場から、警察も、ハーベイ州検事も、ウォルドローンを起訴せざるを得ない状況にあったが、ハーベイ州検事は、ウォルドローンの犯行を示す証拠や、目撃証言に疑問を感じていた。括弧内は日本語を吹き替し主人公である、ハーベイ州検事のモデルは、後のアメリカ合衆国司法長官である、ホーマー・エス・カミングズ、容疑者となった、ウォルドローンのモデルは、 実際の事件の容疑者だったハロルド・イズラエルである。マック・マクレアリー役のロバート・キースの息子で、当時はまだ無名だったブライアン・キースが、エキストラで出演している。ありがとうございます。